ートルになっているエイジをタッチすると、そのエイジに出発すると、下画面のマップを指で動かしてミッションを選ぼう。このミッションではレジェンドクリアに挑戦できるようだぞ。これがレジェンドクリア条件だ。画面の光っているところに置いてくれ。7枚まで登録できると、登録するキャラクターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを押すと、君の分身を登録できると、バトルタイプのスペシャルのカードは1枚だけ登録できると、バトルカードの表面を上にして下画面に置くんだ。このチーム決定だ。次にバトルアプリを発動するのはこのラウンドでいいのかい？バトルアプリの発動ラウンド決定だ。では出発するぞ。戦闘開始。恐ろしい力だ。君の力だけが頼りだ。頑張ってくれ。誰にも私の邪魔はさせないわよ。敵のアビリティを取る。私にひるせ。バトルアプリのチームボーナス効果でラウンド1バトルアプリ発動チャンス。全てのカードをサポートセット完了。バトルアプリ効果発動。頼もしい仲間が召喚されたぞ。いいエリアで敵に攻撃。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチーム敵のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。今回のスコアだ。バトルアプリの想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。ランクインしたぞ。